皆さんこんばんは、ナイルです。今回の動画はアクションが苦手な方でも超簡単にできるメタルキング狩りの紹介をしていきたいと思います。それでは参りましょう。まずはこちらをご覧ください。それでは解説していきます。まずは場所からですね。駅で言うとツバイザ草原のピーナリアに行きます。この駅の開放はめちゃくちゃ簡単で誰でもできますので、その後から紹介していきます。スタートの駅がここで、目的地がここです。好きなモンスター3体連れて、時間帯は夜にしておきます。まあ、こういった感じでダッシュを持っているモンスターがいれば少し楽になります。ちなみに夜へ変更する方法は焚き火が至るところにあると思うんですけど、そこで夜まで休めば大丈夫です。前提として難しい難しいアクションは一切やりません。例えば地面を潜って近づいて攻撃するというややこしい操作や失敗確率が高いものはなしです。成功率はほぼ 100% なので、自分の好きなキャラクター3匹のレベルアップができます。ロマン技を貯めて攻撃は溜まるまでに時間が結構かかってしまいますので、効率的ではないのでなしです。そしてスリングアクションが苦手な方もいらっしゃると思います。なのでスリングもなしです。秒で仕留めることができるものはあるんですが、それを手に入れるまでの素材集めにかかる労力や時間、買ったりする費用、それらを考えるとスリングがない方が圧倒的に効率的です。さらに極めつけはプレイヤーのレベル全く関係なく最序盤から使える方法なので、ぜひ真似してやってみてください。あとはしゃがんで近づき、不意打ちが出たら Y を押すだけ。気づかれても見つかってなければ大丈夫です。もしメタルキングがいなければ、セーブしてロードします。すると確率で出現するので倒すだけ。その後はセーブロードを繰り返す。出現モンスターがリセットされ、再度メタルキングが出てきます。上げたいレベルまで上げる。数をこなすので弾薬なしで気づけばスカウト成功してます。ってことで以上、アクションが苦手でも超簡単にメタルキング討伐動画でした。